墨田区の公園で殺害された男性が見つかった事件で、男性に抵抗した跡がなく、警視庁は寝ているときに襲われた可能性があるとみて捜査しています。この事件は昨日の午前5時ごろ、墨田区横網の都立公園で、住所不定職業不詳の柳原英二さんが頭や顔を鈍器で殴られて殺害されているのが見つかったものです。柳原さんは何者かに鈍器で殴られたとみられ、頭の骨が折れていて、遺体のそばに犯行に使われた可能性がある土台がコンクリートでできた保安灯がありました。また柳原さんには抵抗したような傷や跡が見られず、警視庁は柳原さんが寝ているときに何者かに襲われた可能性があるとみています。